もうおかしいんですよ。あの行き急がないで、死なないで、駅までやろうと思ってます。不思議と、まあ、なんかでも感動させてくれますな、うん、不思議ちゃん、不思議とタコちゃん感動したところで言いたいってことだよな。結果でもあの感動させてくれるんですよ、ね、黄色い線の内側に、うん、並んでお待ち、並んでお待ちください。でも流されながら一生懸命さんもあんまエクストリームな感じじゃなくなったら、わたろわたろ、でもね、昨日の、ね、MSW 良かったっすよ。いや、ずっと良かったよ。良かった。いや、昨日ね、アドレナリンダメをリサちゃんとカリンちゃんだったら最高でした、うん、そこは何が過去の何と比べて何最高って言ってるのか教えてもらってもいいの。過去っていうか、いや、あのね、組最高って言われるとやっぱり一回聞きたくなるんだけど、いや、バッチリ、あのね、なんかちゃんとお互いバラバラでやってるんじゃなくて、うん、あのちゃんと2人デュエットの組み合わせで意思疎通ができてるって感じなんで、デュエットで意思疎通できてないと崩壊してるじゃない。あ、でも2人の歌っぽい雰囲気ありましたね。そう、あ、すごい成り立った。なるほどなるほど。でもそう、感動したってことを言いたいんだよな、うん、ごめんな、俺意地悪くてな、スバッタクトリーの歌じゃなくて2人の歌っていう感じがします。俺昨日見てないから、昨日ジュースしか、つうか今回のザマジュースしか見てないんですよ。逆に俺たらジュースどうだったかって聞きたいです。ジュースは、あの、まあ、昨日の放送聞けばいいって話もあるんですけど、そうなんだけど、まあ、実際今かわわせてるんで、短く端的に言ったら、石山と遠藤を見に行ったぐらいの勢いなんです、私は。あ、はなんですけど、まあ、結局井上三昧、はい、ございます。勝っていたのは井上さんだったってことですか。いや、井上三昧、あの井上王国。ルーちゃんは、ルーちゃんなんか最高なんですけど、稲葉特に突出して井上さんが見えたってことですか。全部やってるのは井上なんだよ。井上ってのは何やるかというと、宮本もやるし、金沢もやるし、高木もやれると。で、全部井上やっちゃったらもうおかしいから他に分配してるっていう説明ができちゃうぐらい井上なんだよ。まあ、重要な部分を全部、いや、だって俺はチェックポイントにしてるとこ全部井上だったから、全部はちょっと持ってる7、8割。予想ではなくて、聞いてそう感じた。予想は全くない、全くない。聞いて全部そう、その曲のキーポイントってことね。あ、そう、それ筋ですよね、それは筋です。ただ意地だけだけは金沢、要は井上って金沢智子のことすごく、なんつうの、パートのことやってんだけど、金沢智子の思いっていうのはファン心理的には松永理愛なんだよ。で、意地悪しないで抱きしめてよっていう曲に関して、ちょっと待って、そうすごい、なんか違うところ今、うん、狭いなって一瞬思いました。ただこの道狭いな、ある人の住宅街の前に行くとこだった。ごめんごめん、これ素敵な道だな、建造物侵入。本当に言いましたけど、本当にこれ、まあ、指導かもなって、うん、あんま引っ張んなそうなの。で、井上レインが金沢を表現してるっていうのは、意地だけ以外はいっぱいあったんだけど、意地だけだけは松永理愛にしたって感じ。で、俺理愛のああいうとこが好きだよ。そこだけ強いんだ。うん、で、理愛はあのワンちゃんの意地だけだったんだよ。嘘がないんだよ、二人とも。そういいじゃないですか。そう、あ、分かり、すごく伝わります、うん、すごく伝わります。井上は許容範囲が広い。で、松永理愛は自分の声で、うん、あの表現できるところの金沢の有効性の高いところだけを取りに行ったっていうふうに考えたら、それで説明ができるっていう感じかな、うん。もちろんその采配したのは松永でも井上でもなく大人だろうけど、大人なんでしょうけどね。まあ松永も、松永とつか井上は大人だけど、松永は別に大人じゃねえけど、だけど采配ってのはそういうことだから。でもその振られたところで、まあまあ最高のパフォーマンスをしてるね。してるしてないやったらしてるね。
伝わりますね。よかったっすね。そう考えていくと面白いんで。もうジュースのサーキット一回見たいっすよ、俺も。で、まあ、すぐ気がつくだろう。頑張りたい。頑張る。な、どういうこと？何の頑張り？ちゃんと資本用意して、ちゃんと。資本って一回は見たい。今回ね、このシーズンで一回は。あの、変に都内で撮るより、普通に地方で貼った方がいいと思うよ。まあ、だそうそう。まあ、どうしてもお金ができたんだったら仙台。あるんだったね、そっちかそっちか仙台か愛知か、いい、自分のペースに自分の考えでいいよ。鹿児島ダメ、鹿児島ダメですよ。なんでダメなの？鹿児島でも俺の資金とかじゃダメ。北海道とかも辛い。あれさ、でもさ、最初に決めてれば安いよ、交通費。お金集めればいいです。お金があるかないかじゃなくて、どうやったらいけるかって考えればいい。おお。いやでも、考え、この人は言う、コペイカさんは考え方がせこいから。動き方をすればいい話。楽しみ方をすればいいし。ね、分かる。羽生くんの言ってることすげえ分かんで。だって別にお金をかけなきゃ楽しめないわけじゃないし。それは多分コペイカさんも分かってんだよ。だけどこの人はガチ恋があるから違うところにお金を使ってるんだよ。バカなのか。君はさせよ。それ優先順位してるからいけないんだよ。つまみ食いはダメだ。ダメではない、ダメではない。みんなそれ言う、みんなそれ言う。いいね、それがだって生きがいでしょ、どう考えても。優先順位は。でもお金のやりくりをしながらやるのも楽しいですよね。そうそう、ああ、いい。お金ないって言いながら、いいこと言うじゃん。どうしたらいけるかっていうのをすごい完璧。お金があったらお金、結構ね、ですよ。なんかその熱量が下がった部分もある。どっちでもいっちゃどっちでもいいんだけどな。お金はないなりに、あの、行きたきゃ行きゃいいだけなんだけど。だいたいごちゃごちゃ言うのが楽しいわ、俺も分かるってこと。マジ言います。マジ言います。だけどジュースはやっぱり見たい。結局最初と最後は一緒だから。行きたきゃ行くし、行きたくなきゃ行かないだけだから。行きたいんだ。そこの悩みはもう答え出てるから行けよって。そうだけだから。あので、買えないなら諦めろと。そういうことなんですよ。トライして権利を行使して、それで当選なんていうの、当選して、そういう感じなんだ。倍率の形式で落とされているんだったら、もう努力したってしょうがないことじゃないですか。それであるならもうしょうがないけど、それ以外の悩みは何聞いても、いけいじゃんって泣けなかった。なんぼ言われてもね、何をエキサイティングしてんのお前なんて なっちゃうから、ルール構造の理解がないだけになっちゃうから。すいません、別に大丈夫ですよ。それを喜んでる人たちはダメだよね。あ、梅さん、お、こんばんは。ようやく変な執着行くっていう最後の電車に乗れた。本当お疲れ様です。まあ、先ほどご挨拶できてよかったですよ。ありがとうございます。今我々も最後の電車かどうかわかんないですけど、 JR ネギに向かってます。向かってます。さっきのお店11時までって言われたのに20分ぐらい長くいたんで、悪いなと思いながらも、中華系、日本人の系だったらあれかっつりで帰れって言うんだけど、中華系のいいとこですね。大丈夫でした。でもそのせいで帰れないかもしれません。ねえ、海しか楽しんでません、私は。なあ、でもそれなん、そういう感じで来てるんでしょ。そうそもそも、あの、申し込まなかったのは自分の責任だから。そうだよ、ね、そう、あの、行けるかどうか分からなかったか、申し込めなかっただけ。俺も似てるよ。俺だって分かってないんだよ、最終的に。当日券あるの分かってて、寝坊したと。あるある。じゃあどう楽しむか、みんなどう楽しむかって、じゃあ飲みに行こう。あるあるだよ。ゴール。あるあるだよ。その日が楽しく塗り替えられるからね。そうです。分かりますよ。明日が決まると。分かりますよ。私も、あの、そう、ご推奨ではないですよ。間違いありません。ご推奨ではないですけど、あの、状況でベストの人生を選ぶということだな。そうです。それはあるあるある。
だからしょうがねえんだもん。覚えてなかったら覚えてねえし、起きれなかったら起きれねえし、起きてて頭痛いとか何言ったってこうしろあしろはこうするしあするしかねえんだよ。どうせ明日起きたら頭痛くなってんだから。そう、じゃあ毎日一緒だ。毎日一緒だ。きついなんだ、うん、まあ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 きつい。あーもうもうすぐ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 できつい。イエーイ。走ってます？走ってるよ全然。まだ11台だもん。うん、なんでもう少しで駅行っちゃいます。で、あ、いや明日俺なんか、なんだっけ、なんか明日行く気がした、忘れちゃった。で毎日あるから明日なんだか分かんないんだよ。いっぱいある。うん、適当言ってたらごめんね。何もなかったら笑っちゃいます。うん、でも何もなかったら何もないでなんとか行くし、そういう、そう、なんかあった気がするけどね。毎日なんかあるんだよ。で、そういう人だから。バスですか？あー、分からないんだよね。バスじゃないと思うけど。なぜかというと、メールさっきチェックしたときに連続してなかったから。あー、なるほど。入場のメールとかな。それだけだな。それ以上強い意見もエビデンスもございません。次何時行きの日暮里行きありますか。ちょっと調べていこう。10分以上空いてんだったら缶ビール買っていこうかなっていう。最悪ですよ、真似ないでください。若い人たち真似ないでください。次何分発、これ日暮里ぐらいで次何分、46分上野で行けます。上野行く、どっちなの、日暮里行くな。日暮里こっち見てみましょうか。うん、俺ここまでちゃ東京駅に、ちょっと日暮里東京駅近い、ここ、あ、三河島、日暮里は上野行く必要なくない。日暮里アクセスか、上野行こうとしたらいいの。聞いてみよう。いねえや。ああ、はい、日暮里行くのってどっちに何分？一番線になります。46分になります。46分、分かった分かった、ありがとう。46分だって。あ、上半線、うん、じゃあ缶ビールでも買おうかな。売ってねえか、缶ビール売ってないか。セブンがあるじゃん。セブンあります。ワンセブン行っちゃう。まず大決、ちょっとやりすぎか。立ち寄るときはとことん楽しんだほうがいいです、ね。イエーイ、はい、間違いない。そうだな。そうなの。だ、寝ちゃうんだもん俺。俺寝ちゃうんだよ。春取りまで起きてたいんだよ。アルコールずっと続けてればっていう覚醒剤的な感じだよな、うん、え、行かないの？アホなの？え、そんなぬるい感じなの？行っとこうよ。どれがうまい今？うまいのはエビスじゃないですか。じゃあエビっちゃおうか。どれがエビっちゃう？どのエビがいいの？一番大きいの。一番大きいの。こっちでいいんじゃない？こっちなの？マジで？こっちですよ。やばいなお前。言い分。言い分が。500で500な必要あんの？500で。あれですよね。
や違う違う、あの電車来るまで、電車来るまで、当たり前だろ、電車来るまで、おかしいだろ。マジか。ピーって叩いちゃう。20代に見えないと。いただきます。どうぞどうぞ。もう開けちゃいましたここで。お疲れです。食べないんで。外します。おい、お一人かおい。乾杯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 。クーっとね。乾杯。うん。えい。行くか一人。うん。うつごちゃです。ええ。あのムーブメントだよ。羽生君は？うわ、エビス久しぶりの。うまいな。うん。あ、濃いね。うん。あ、今濃厚接触してます。すいません。あの、うんざりなんだよ、そう、そう、関節、関節、関節キス。うんざりなんだよ。俺何でもいいんだよ。俺誰と何があってもいいんだよ。ない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 。うん。隣の人が、何をどうしてよ関係ないんだよ。うん。同じ缶でも同じペットボトルでも何でも飲めます。昨日今日じゃなくて昔からそう。どうでもいい。どうでもいい。どうでもいい。もう本当ここまでこの時このご時世だったらどうでもいい、もう。何牛くん。やりにくくしょうがない。なんでホットコーヒーなんだよ。バカかよお前。俺バカかお前。俺のようなやつです。家で飲め。この時世で俺のようなやつですよ。コーヒー大好き。46分乗る46分今何分あと何分そういうことか、ピーチョさん荒川での連続鑑賞ありがとうございます。タコちゃんについて石山さんもグラビア待望です。なるほど、待望な、それは待望な、わかる。でも俺あんまりさグラビア待望じゃない人なんだけど、その側の気持ちわかるよ。やっぱグラビア待望なの？グラビアはグラビアあった方がいいの？写真集とか。あ、でも婚活するのか、うん、あれですけど、しょうがないから買ってる。しょうがないから買ってる。ちょっとわかる。でもリサちゃんの時は。うんうん、あの子、アリサちゃんと、うん、キセモンはなんか本当写真集かけるあれは本気だったんで、うん、あの子だけ何回も DVD を見返してます。あ、そういうこと、うん、ちょっと本まで行っちゃおうかな。ガチで写真集でもコンセプト固めてきたんです。ラスト、あのストーリーが終わっちゃう。いや、まだ出てるあるけど、チンピカーで、こっちじゃないんだ、こっちじゃないんだ、はい、じゃあまた鈴木にコメント書いてくれ。本当はさっき言えなかったけど、こう思ってると書いてみる。わかんない、もう忘れてる。これ電車大丈夫？違う、あのすま、自分もまた別の線なの。あ、そうか、はい、なんかすまんね。いえいえ、またいつでも来ますので、タクシーでも突っ込んできます。こっちの方がマジだ。新宿来てる。新宿さっきもあらゆるとこじゃん。あらゆるとこじゃん。そっちをこだわる。三時は確実に行くので。あ、そういうことですね。じゃあその後ビオラな、ビオラの飲め。俺昼夜だったかもちょっと覚えてないんだよ。ビオ昼金曜夜終わった時間も当てといて、これ昼終わった時間と夜終わった時間両方当てとけ。あれ両方当たってんすか？これちょっと忘れてて、両方行くんであれば、あの先に勝手にやってます。そうだ、あの落選者は、そうしよう落選者は、そうしよう。
そういう感じで行こう。46分になっちゃう。46分いっちゃう。はい。じゃあありがとうね。ありがとう。またコメントします。大丈夫じゃない。一個も大丈夫。ハンドリまでちょっと生きててください。何も生きてる。ちょっと待ってな。これ割とダメな人で、これなんか通れない可能性があるんだよ。古くて俺 iPhone これやってるじゃん。 iPhone にスイカ入れちゃってんだよ。踊り忘れにご注意ください。はい、じゃあ切符で切符買うし、いや iPhone にスイカ入れちゃってるから切符入れ。はい、行こう行こう行こう、上に行きます。ありがとうな、ご一緒できてよかったよ。ごちそうさんな。お疲れ。お疲れ。いいです、いいです。待ってます、コメントして。谷君もありがとうね。うち来いよお前。あ、行こう行こう。え、これは？イエーイ。あのさ、iPhone のあるあるで、まあ、ただスイカが使えない、反応しないだよ。本当にやばい。あ、来た来た来た、ちょうど来た。これで日暮里乗り換えで山下アクセス。だな、だな、だな。誰もいないじゃん。はい、どうぞどうぞ。あの通路席どうぞ。どうで通路席ですね。うん、どうでした今日は。いつも感謝しますよ、通路席。ありがとうございます。通路席好き。そうそう。あ、そう。いや、割と振ってくれるんですよ。あ、そう。そういう時はありがとう。あ、そう、そういうこと。見えない神様にいつもちゃんとお礼を。どうでした今日は。いやでも、うん、いや感動しましたよね。なんかあの、なんかわけわかんないけど、俺感動はしなかったけどね。あ、そうですか。俺なんか元気もらったって感じ。元気そっちはあるけど、感動はしなかったけど、感動したって今言っちゃってるじゃん。ああ。でも、まあだからその元気プラス、なんかわけわかんないけど、なんか感動させてくれるっていうのは、まあ、キャプちゃんあるんですよ。あるちゃんね。あ、そう、だけどね、ミュージカルの子役みたいな声が、ね、それどこで思ったの？あ、それ歌ってる最中、ライブコーナー。何曲目の何とかわかる？全部じゃないでしょ。割と全部、あ、そうなんですね。今日頑張る、そう、本気出した時が、あ、今日、あ、そういう声だなっていう、ミュージカル声っぽい声。あ、そう、うん、なんですよ。嬉しい。すごい、だから歌うと、なんかすごい幼くなる。今の年齢、見た目、今のキャラクターよりかさらに幼くなるって感じで。あ、それが良かったと。あ、いや、これは良かったです。ですって。だね、前も言ったけど、本当になんかこんなに気になる子になるとは思わなかったんですよ。まあ、気になる子は間違いないね。で、しかも、やっぱり師匠の師匠とは、稲葉真奈さんって僕は思ってるんですけど、ね、いや、間違いないでしょ。本当にちゃんと、なんか本当になんか引き継いでるし、意識してるし、無意識のところでちゃんと受け継いでるところが、いいよなって思うんですよね。最初の頃は一生懸命だけの子だった。それ下手すると自分壊しちゃいそうな声で苦しかったんですよね。それいつ頃のこと言ってるの？本当加入したての頃。だ去年の1回目のバースデーくらいまでまだその気があった。じゃあ2年以上前だね。そうそう、2年以上前だから逆にバースデーイベントに真中ちゃんがサポートに来てくれて、うん、よかったくらいのこと。そういうことね。では思い出がありますね。確かにあまりに一生懸命すぎて壊してしまいそうな雰囲気が最初あったんですよ、うん、だから自分も受け止めきれない部分があったり、最初の頃は一生懸命すぎて、いやいやいやって。そこが今日も似てるけどね。今日もそこに似てるけど、あ、だけど以前自分でも言ったけど、いや本当にあの2年前から比べれば本当にあの慣れてきたって感じ。セーブの仕方がちゃんとできてるし、
じゃあセーブしたところがないか、何もエネルギーがないかってちゃんとあるし、うん、言われてみればそうかも。ちゃんとでもやっぱ花あるしね。でやっぱりこの年になってるとね、こういう時はちゃうスマホがあると嬉しいですよ。本当に日暮里してる。やっぱね、こういうの嬉しいんですよね。こういうのもらうの手書きでさ。ああ、これかわいいじゃん。しかもね、シリアルナンバー入れ、これ2個目？あ、2個目。シリアルナンバー入れてくれるんですよ、今年。全然違う。1個目と違う。あ、そう。で、タコの足はじあの、ちゃんと8本。あのちゃんと8本で。タコちゃん、こうもらいました。ここが人気なポイントでもあるよね。そう。毎年、だから今回もやっぱり選んじゃった。わかるわかる。わかるわかる。こういうことやってこうしたらやっぱり、うん、どっかで積み積もるようとね、積んであげたくなる。まあめちゃくちゃ分かる。写真集も俺マニブックスは応募しなかったけど絶対ブックタワーあるでしょ。それはまあ頑張っていこうかな。かあのタコちゃんが頑張ってるから頑張ってる量だけのお金ぐらいは当然思うよね。うん、そうだ、自分ができる範囲です。めちゃくちゃ分かる。めちゃくちゃ分かる。できる範囲でやろうって、やろうって気にしてくれるんですよ。頑張ってない子で実力あるより頑張ってない、あ、実力ないけど頑張ってる子にお金期待ロジックと似てるかもしれないね。まあまあまあちょっとね、あのその系譜ではあるかもしれないけど、でもなんか伝え方はやっぱ聞く価値はあると思う。なんかある価値最後にあります。タコちゃん最後ですよ。で、まあ、さっきあの羽生さんにも話したんだけど、タコちゃんのお高い人って本当に来てるお客さんに、自分が有名になりたいとか、そういうモチベーション全然いいんですよ。人によっては本当に本気で楽しんでもらいたいって思う。楽しませるにはどうすればいいのかってことを考えて、特に自分の個別イベントなんかやってる感じがあって、本気で思ってる。だから今の年齢があるのかもしれないけど、本気で思ってるのはすごくあって、それがやっぱね、来ちゃったら人気なんじゃないですかね、みんな。そういうポイントが。で、俺とあと座った席は結構女の子、しかも。ああ、女性ファン多いな。近い女の子多かったですよ。ここ乗り換えでしょ。俺本当は日暮里だと思ってたんだけど、上の記者。日暮里だと思ったけど、日暮里間違えた。上の来ちゃったよ。本当に楽しんでもらいたい。本当に幸せな気持ちになってもらいたい。本日、我孫子より先、天皇台砦まで参ります。最後の電車です。タコちゃんのいいところかなって。で、それはステージの内容でちゃんで、ある程度伝わってくるっていうのも、それはすごいところですよ。気持ちだけじゃなくて。気持ちだけじゃなくて、ちゃんとそれがパフォーマンスの中に含まれてる。で、伝わるものがあるっていうところがいいです。気持ちだけでもなくて、伝わるものがあるは前提じゃない、うん、なんだけど、彼女のオリジナリティってところが届いたか届かないかって結局そこだと思ってるから。あ、オリジナリティはもうめっちゃ濃いじゃないですか。だから それがめっちゃ濃いじゃないですか。それが今日もあったから、うん、それで成立なんだよ、商品価値としては。あの約束手形があるバースイベントの当たり前で約束手形がある人たちが言ってるだけなんだから、だから自由度は高くてあれでいいんだけど、じゃあ対外的にブランディングするときにどうしたらいいかってことを考えるのが人事であったり、采配する人たちであったりするから、18歳以降の中でグラビアとかで行くっていうような感じなのか、あの歌唱とかダンス行く感じなのかって考えたら、ちょっと間違えたグラビアの方で行っちゃうんじゃないのっていうのがワンチャン気になるところがあって、あでも、うん、今はありかもしれないけど、でもグラビアで行くっていうのも一回今月はやるからさ。いやまあそう、お試しみたいなもっと僕は思ってます。お試しにしちゃだいぶ攻めてる。あそうですか。だってジュースはいないから、他が井上とダンブラがやらないから。本当は井上ダンブラの体なんか素晴らしいんだけど。素晴らしいですね。うん、だけどそれやらないから。あでも今日の、うん、今日の露骨良かったそう、嬉しそうだね。2年前のもうお腹出したんですよ、ゆめちゃん。分かる分かる。その時はね、全然ちょっともうあの、まあ、リサちゃんのこともあって、リサちゃんが休んだことでそんな気分じゃ全然なかったんだけど、うん、その時はでもそれがタイミングね。あ、ゆめちゃんにお腹出されてもちょっと俺乗れないなって思ったんですけど、うん、
今日のあのファッション、あの衣装とお腹は、いや、いいねって意味あった。それはやっぱね、稲葉さんっていうのも大きいと思うんですよ。稲葉さんが、じゃあゆめちゃんでもどうすればより大きな集客なのかな。それ、うん、それが稲葉さんが師匠っていうのは本当良かったんじゃないかな。それはコペガさんの方だったよ。ちょっと新宿行くにはどうしたらいいの？お兄さん、今新宿行こうと思ったらどこに乗ったらいい？山手線じゃないですか。どうやったらいいの？山手線ですかね。頭悪いか。もうそれしか多分手はないじゃないですか、ね。手はない。分かんないですね。分かんないのね。じゃあ山手線。あった。ありがとう。あの駅に刻んで。山手線だから東京うん、新宿とか俺はハロドに間に合えばいいんだよ。ああそうか、間に合う時間に帰らないとダメってことですね、うん、ダメってことはないんだけどダメってことはない、だいたいいるじゃないですか、うん、そうそう、そう、だいたいいるから YouTuber をやりたいからすげーなって思ってます。そうそう、俺は見ちゃった、この時間で、そうね、だいたいたどり着いてんだよ。そう、飲んでるよねここまで飲んでたよね、しかも連絡家に帰ってる、だいたいなんとかなってんだよ。それはもう俺間違いないように人に聞くようにしてる。新宿っていうのはやっぱですよ、ね、うん、いや、わかんないよ。どっちだ、こっちだ。大丈夫なの？これは、すみません、新さんありがとうね。あー、ピーチの様だったね。あれこれね、続行シーンは読んで、新さんがお疲れ様ですと、帰りのバスの中で窓ブログを読んでいたら夢中になりすぎて自宅前を通り過ごしてしまったと。今歩いてきたりしてます。なるほど、それぐらい楽しかったってことなんで納税だと思ってください。何かいえいえ、新さんが、新さんかブログ読んでたら降りるの忘れたって言ってんで、それは勝手にしておいて。梅井さん、2部最後の大気満水に全部は放出するための相談ダフリーかと思う感じだった。なるほど、大気満水見てないから本当に辛いですね。私は何辛いはちょっと言い過ぎなんだけど、見た方が最高じゃないですか。うたちゃん、ゆめちゃんの体験ですね。うん、らしいんだよ。でもそれが最高だっつ、やばみたいな感じみたいなんだよね。俺、ほら、1公演目のセットリストを、くにょさんのツイッターで見て、うん、あ、今回こんな感じでいくんだと思ってから、全然違う。全部全開、総特開してきたから、うん、ブスにならない哲学とかからもよかった、うんうん。聞いてないから何も言えないわ。なるほど、そう、よかったですね。でも普通にそこは楽しみだよ。あ、だから逆にだからあと思ってたら、そう、全部 1,2 公演で総特会するっていう意識までいけるところまで来たってことですよね、ゆめちゃんね。まあ意識もそうだし、自信がないとできない。そうそうそう、一個、うん、そのタイプは、そのタイプまで来たんだっていう。もともとなんかゆめちゃんって勝手に歌の実力は、まあ、振り切った時はある時はあるんだよ。なんだけど、俺はリアイの評価ほどゆめちゃんの評価は高いわけじゃない。なぜかというと リズムがなんつうの、リズムがジャストじゃないから苦労するだろうなと思ってる。俺好きだから別にあのリズムのおかしい感じも好きなんだけど、でも全体でやった時はやっぱりリズムはルールなんだよ。音程とリズムはルールなんだよ。あ、まあ、ルールちゃんもうルールちゃん、それはルールちゃんですよ。いや、ルールちゃんなくてルールなの。ルール、あ、ルール、ルールルールっていうのは基本基礎、基礎、まあそこの基本基礎、そっちのルール、ね、はい、そこはちょっとむずいのかなって思って。The train bound for Ikebukuro and Shinjuku will soon arrive on track number 2. でも独特に進めていく感じ。
かね。だからそういうのもないよ。できてるかできてないかっていうのはリズムと音程はすぐ分かるから独特だよね。そっちの喋るよ。幕前映像で去年のバースで流してたじゃないですか。なんかでもなんか元気出たですよ、ね。どういう意味で？ノリ、うん、異様なエネルギーでこっちからエネルギーが感じるんですよ。うん、それでなんかいいなってなっちゃう。それはあんまいいなとはなってないけど。そう俺になっちゃうんですよね。まあだからこれがなったらそれはいいなと思ったら自分の書きてる部分に関係するのかもしれないんだけども、いやネガティブな意味じゃないですよ。やっぱ生きてるみたいな満たせてるのが書きてるものはあるじゃないですか。その個人のそこの書きてる部分に響くものがあるのかなって思って、なんかいいんですよね。技術的なところで、まあ、崩れてるんだけど、ゆめちゃん俺だからリサちゃんとかがしこじゃないですか。だからタイプ全然違いますよね、ゆめちゃんと、リサちゃんとゆめちゃんが違うこと言ってるの、決してガチコイではないけどもすっごい光ってますよね。そこがまあある種の彼女の才能っていうかじゃないですかね。忘れないうちに言っとくと、工藤ゆめちゃんは動いてる時が素晴らしいんだって、動いてなくて発言してない時っていうのは文脈で見ていてもわからない。動いて発言してる瞬間が可愛いんだよ。それ以外は基準としてむずいなって俺は今日結論で、ダメか。だってかわいいってのは動いてるところの瞬間でさ説明しづらいじゃん。あですか。立ってるだけで成立するっていうのではないっていう、言語化するこういうクネチャレンジでやってるからそれに付き合ってもらって嬉しいんだけど、言語化しようと思ったらやっぱり正直言うと縦乗りが重数ですが、縦も後ろも乗りがしっかりしてる中で乗れてないことに対してけなげに頑張ってることが可愛いみたいな、俺はそういう言い方しちゃうんだよ。でそれは彼女の長所を生かす上でそういう話をするわけだってさ。なんだけど本来この話だっていい話かどうかっていうのは千差万別じゃない。千差万別ですね。自分で何を言ってるかも途中からは楽しんでもらいたいってことが前提だから、そこに立ちてなかったらやべえなと思っちゃったもん。ただでもその見方っていうものをこういう公開ってすごくただ人はそれぞれ俺も見方があるし久米さんの見方があるしっていう、それは違っていいんじゃないかなっていうことで、だけど羽生君さっき言ったけど彼とかはすごく俺参考になったなと思ってたんだけど、毎回言うのは推しの人間のことを少しでも悪く言ったらそいつのことはバッと押すって徹底してるって言ってる。あ、そうこの話ですね、リアルにいくら言ったって本音を言ったって、だそこは俺はほらこうやって公に出てないタイプの人間だから国もさつらいところですよね。つらい、だって俺の本音言ったらバットになって YouTube の評価が、気になる人は気にするじゃん。実はバットを押されても変わらないんだけど、だけどクリエイターには残るんだよ、数字が出るから。話聞いたら分かるけど皆さんの話を言っても、ダメって言ってるわけじゃないんで、結局ね、最終的には、
ダメは一個もないよ。ダメマシは根拠ないディス、ディスでもないわけで、それは聞けば、ディスは一個もないし、聞けば分かる。その話聞いてれば、てか動画配信見れば、まあ、すごい分かると思うんですけどね。でもそういう文化の普通なのは分かるじゃん。だから俺は改めて思ったのは、あ、俺無視してやろうかなって思ったことだけ言おうっていうことがね、思ってなかったことは後でついつも合わせらんないから、思ったことだったら後でついつも合わせられる。自分の本音がどうかは全く別して傾向があるから。割とこういう業界とかでも知ってて、いろいろと経験なさってのだけど、すごい、そうそう、あ、本当に本音を結構言ってくれる、本音言ってるって感じがちゃんとしてて、当たり前やん。そこはね、駆け引きが、コメントに対しての駆け引きがないっていうのは僕、本当に好きなんですよね。ラッキー。あとはそう、駆け引いてるわけなの。あとはそう、あんまりかっこつけないってとか、かっこつけないって言いたくもなんだけど、言いたいことがある。自分のプライドの中に巻き込まれないいうときは、ちゃんとプラスマイナスは分かってて、でも言ってしまうっていうところ。ねえ、よく分かんないこと言ってたら、よく分かんないことはよ聞くだけで。もうそんなに拾わなくてもいいのっていうコメントもちゃんとしてるのは、だから要は誠実感をすごく感じるってことですよ。誠実、放送内容に誠実なものを、嬉しいです、誠実なものを感じるっていうところで、嬉しいです、で、あとこうやって直接だったら飲むだから飲んで、あ、楽しいもんなんだなっていうのを教えてくれたのは熊さんで、あ、嬉しいですね。でそれまで俺は人付き合いが全然50にもなってはできないタイプだったんで、だけど、これをきっかけだったらガチ恋したことありますけど、どうしても聞きたい、その聞きたい人が一番だから接触できそうだったら熊さんだったんですよ、今日ガチ恋。でも俺、大型の話は最終回言ってるからね。大型の話は火傷しないっていうのを範囲は最終回で言ってると思うからね。だからいい距離で、結構 DD 派じゃないですか。ほんま DD ですよ。で、DD ですよ。金銭的にもすごいセンシティブな気にするじゃないですか。だから、俺もそう、そうそう、申し訳ないんだけど、リアルな話じゃね。それは俺にとってのリアルな話ですよ。だから、無理なくやってほしいなっていう。そうそうそう。俺そういうしかないもん。だって、うん、なんか破産する勢いでガチ恋だったから。そうそうそう、ちょっと前までね。それが、なんつうの、余力があるならいいんだけど、力量以上の去年まで出した、ね、自分でも言ってるし、そうすると長く応援できないでしょ。俺それがつまんなくなっちゃうんじゃないかなと思ってたんですよ。だから今年の6月を境にそういうことになって、またちょっとだから、まずはしくっちゃったってことがあるんですけどね、8月に。それは許容範囲だったの。 それならいいけど、これは何が言いたいかって、ご自身の許容範囲がどうかってことだけど、そうそうそう、だからそういうふうにやってる、今やってると思います。だから俺ら飲むたびにいつもお金がって言われてたらっていうダイレクトに言うけど、うん、でそんなにきついんだったらって思っちゃうじゃん。言ったことある。あ、分かります分かります。そう、違うんだなって。あ、だから幸せになってほしいな。幸せでなきゃダメだと思ってる。ね、続けてでも楽しい、まあ、もちろん そこら辺がだから計算したんですけど、今日はとにかく3000お返ししたくて、今日は大丈夫、今日は大丈夫、5万円、今日はじゃなくて、ダメな時は日常日常、ダメな時はいやいや、でもしゃべって、ダメな時はその時は律儀な方だからお話しして帰るだけですから、うん、彼は多分俺がどっかの飲み台で俺が立て替えたんだよな、多分な。あの先週のそうだよ、そう、はい、あのレイルで払い切ってコンビニ払うって言って払ってなかったんで、やばい、
全然俺それ大丈夫な人だから、そうそうそう、信じてるから大丈夫だから、あんまり長く時間を置きたくないって思ったので、うん、あ、それだけです、それだけです、それで今日この時間まで付き合ってくれたってこと、ありがとうございます、嬉しいです、精神的なクリーンを求めるすごい誠実な人なわけじゃん多分そうじゃん、まあ、いや、そうでもないですけど、いや、このまだ付き合い始めてても、そんな長いってわけでもないし、いや、俺は正直それどっちも良くて、一緒に楽しんでもらえて、そいつがどういうふうに覚えてるかっていうのを後で見るだけだから、最初から見ないから、だって俺が騙そうと思うと俺なんかいくらでも騙せるんだもん、それ分かるでしょ、感じで見れば、いやだけどでも支えてる人たちは多分強いですよ、だからちゃんと そ, う、ね、そこ、うん、それもですよね、だけど俺は騙そうと思えば騙せる隙が大量にあるんだよ、だけど俺を騙そうと思ったら俺以外の人が速攻で指摘が入る、うん、ちゃんとフォロール体制、うん、そこは多分舐めちゃダメだと思いますよいやでも言わないだから、違う違う、なんかある人って舐めちゃダメだと思いますよ、ね、僕も根拠ない直感ですけどね、ありがとうね、うん、俺の持ち時間が左右されるからさ、うん、適当やってるやつ 時間だけはね、適当やってるやつ一緒じゃないよ、そうだね、でまあまあそれはともかくとして、今日のハロプロでしたラストのパフォーマンスという、ハロプロジェクトでちょっと言い過ぎなんだけど、一体飛ばせますか、ハロプロの、まあ、ハロプロ全般としてのバースデーイベントってあるじゃない、その基準っていうのが、俺は呪術っていうのは全部個人でやらせてたんだけど、なってんだけど、モーニングはそうじゃないから、俺の比較対象すると思ってるところがあると思う、これはまあ別に言わなくてもいいことなんだが、個人のユーザーとしては楽しめたってことでいいのっていうのを聞きたかった、違うの、それはバースデーイベント全般って話ですか、まあそうだ、気になったことがあったら言ってもらっていいんだよ、ああ自分が良かったからっていう見方だけじゃなくて、ハロプロ全体としてって話ですか、今のバースデーイベントのなんていうの基本的な流れみたいなことですか、はどうかな、どっちでもいいよ、それ該当してればその話でいいし、該当してなければ違う話でいいし、だからほら、そうなんだ、いや俺ダイレクトにじゃあもうちょっと質問しようか、今のハローが過去のあなたがハローの応援してきたものに対してベストの100点か50点か0点だったらどれだ、3択、僕の過去っていうのはちゃんと全体として見たら14年くらいなんで、そんな昔から歴史を知ってるわけじゃないですよ、10年くらいの基準からすれば14年の基準よりかは僕は今の方が好きです、ああ、それは俺と似てるな、そうそう、だって昔のバスイベントってテンプレみたいなのちゃんとあっちゃって、確かにそうそう、それをあのね、16年あたりから全体的に崩してきたんですよ、ああ言われてみればそうだ、そうで自分たちでやらせるか、あと自分たちで自分たちで企画にちゃんと参入させるようなバスイベントだった、そういう意味では今のバスイベントは好きですね、なるほど、そう、あとコロナ禍になっちゃったんで、これ上場軍団では悪いんですけど、ほらもう一人で回せるようにしてたじゃないですか、あれも本人たちとったらいいことで、うん、だって頼っちゃうじゃないですか、面白くしてくれちゃうじゃないですか、だから10年15年くらいの、それは研修生選び方にも、新人の選び方にも直結するんですけど、間違いない、バースイベントに関しては啓太さんとか
沢五郎が面白くしてくれたってことで、うん、俺はもうその時にあこの子の伴奏を温めてくれてありがとうっていう感じだったんですよ、うん、で、でもコロナ禍入るても入る前以前からちょっとあったかな、一人でイベント仕切らせるっていうような流れもあって、うん、あそっちの方にシフトしたんだっていうのは感じて、うん、俺でもそれはそれでそれはいいと思うし、あんまりその会社自体がそれを受け入れるんだったら本人たちが何をやりたいかっていうのをちょっとでもたくさんでもまあ何パーセントでも人によっては結構聞くっていうこともあると思うんですけど、っていうのは、うん、すごいいいと思う。プロデュース的なセンスとかをどれだけそれが先々卒業してから先々にアップロードで見ようかどうかどうかわからないけど、わからないけど、そういう経験を積んだ方が絶対表現力とか、そういう筋力になっていくと思うんで、ショービジネスとかもね、やってくれるの。今のはそういうの好きですよ。今日も一人回しとかして、うんうん、美容のビラジオも一人喋りさせるようにしてるじゃないですか。だから俺は勝手にそういうこと考えてるからなって、あ、芦田さんのマネージャーさんとか美容のプロデュースをしてる人とか、自分の頭で考える部分を会社が与えるものをやるだけじゃなくてっていう感じがするので、っていう実際知らますよ、だって俺が外から見てる話ですから、っていうのは俺はすごくいいなっていう。池袋に到着です。大気汚染が赤羽駅最終電車ご利用の方です。たまにほら歌が得意な子だったら、俺は自分の呼び方で歌だけで統一大バースデーイベントあるじゃないですか、うん、まあそれは小田ちゃん初なんですけど、まあ、歌姫系イベントって俺は自分で勝手に呼んでるんですけど、もうライブコーナーばっかり、ライブコーナーでほぼ埋めてくるっていうか、今回は歌姫系イベントでかなっていう、なんかそういう覚悟が決まったんだなみたいな感じで。次は目地に止まります。山木さんの最後のバースデーイベントは歌姫系イベントでしたからね、しかも結構みっちりやってきたんで、いや山木さんの一番最後の、それで卒業発表したのかな、そう。いや山木さんもね、山木さんもあの頃はもう全然歌えるようになってましたからね。歌姫だから、ある意味今日も変則的だけど、全部総特会で、一部二部全部総特会で来たっていうのを、ちょっとしたまあ実質数はあれだけども、歌姫系イベントなのかなって思ってます。なんかだから自分がスキルに対して前向きな感じであるっていう、歌唱面ですごく前向きなものを今回見せたいっていうのを、工藤由美ちゃんの今年のバースデーで感じたってことです。いわゆるあの一部のリストで、まああって一個がえで来るのかなって思ったら、最初からだから久野さんのあのセットリスト見て用意してたわけですよ。あ、この曲名なんだっけ、これが来るんだなっていう、早い。桃色ね。あ、桃色方で来るんだなって用意してたから、あっ違うって。で、ブスにならない哲学なんですけど、ブスにならない哲学、すごいあの、ゆめちゃん、露骨見せてくれました。こんな伸びてるの。今年はなんか素直にそれが見れたな、楽しみだな。そういうのは受け取れるってことは、多分、伸び伸びするって思ってるんですよね、そのメンバーさんが。そういう